平本蓮の今後を予想したいんですよ。それだけ最後まとめて。普通に活躍できると思います？うん、俺はやっぱりレスリングだとか、テイクダウンが強い相手にはやっぱりまだ厳しいと思うよ。僕はそういうことじゃなくて、メンタル的にとか、僕の予想していいですか？メンタル的にも結構やられると思う。次の試合で。正直、僕が先導した部分もあるんですけど、平本蓮を憎しんでるやつってめちゃくちゃ増えたと思うんですよ。なんかアウェイみたいな感じと思うんですよ。で、僕の予想ですけど、大晦日ね、制裁マッチ組まれると。僕の予想では、ケラムフか、フが来るんじゃないかと思ってます。ここまで予想するんですけど、まあ僕はすみません、黒と思ってます。で、黒と思ってて、でも、多分もう、しばらくはできないと思うんですよ、ドーピングを。おそらく。でも、体が前回よりしょぼくなることを多分指摘されると思うんですよ、試合前に。お前この前と全然違うな、みたいな。そしたら結構追い詰められると思う、まずそんな。言われることに。そうなったらその時やるかどうか分からんけど、またやるっていう発想も出てくると思うんですよ。ドーピングするやつもやめれないって言うじゃないですか。なんか体維持したいから。その時やるかどうか分からんけど。またでも多分やらんとも次の試合は。結構しょぼくなった状態で、前、朝倉さん僕やってたと思ってるんで、その面があったから超強気に前にも行けたと思うんですよ。でも、前回はやってたけど、今回やってないっていう弱気の精神から、俺は、だいぶ弱くなると思う。制裁マッチで負けると思う、大晦日と。俺は実は、ごめん、俺はっきり言って、ぶっちゃけね、はい、俺こんだけ喋ってるのに、なんか再生数回るから俺喋ってるだけで、別に興味ないんだよ。俺は、今後、平野と蓮がどうなるか、もう、立ってみなきゃ分かんないよね、はい、ただ今の段階でやっぱりテイクダウン系のやつはまだ苦手なんじゃないだろうかっていうのが俺は。そうですね、まだ見えない。でもお前はそこまで鮮明に今イメージが湧いてるんだから、はい、もし平本蓮がそうならなかった時には謝罪して、今度は平本蓮をしっかり応援してる。それはそうするべきだよな。それは分かるよな。いや、そんなことないです。なんでだよ。いろいろ文句を言ったんですけど、平本の価値ってこれマジで上がったと思ってる。ヒールって面白いんですよ。僕ね、ルイスネリ好きだったんで。いや、ドーピングは否定するんですよ。ルイスネリを誰か倒してくれってめっちゃ思うじゃないですか。そう、いや、もちろん今回のことがあって、また俺、はい、平本蓮の新たな、はい、このなんていうのかな、広げ方って出たなと思ってる、はい、うん、しかも、ね、メイウェザー的にいける。ただ、はいね、これは圧倒的に強くないとダメなんだよ。そうっすね、確かにね。なので、うん、俺は逆にね、ライジンはお前制裁マッチ組まれると思ってる。組まれると思う。俺は組まないんじゃないかなと思って、制裁マッチをやってしまったら自分の粒を潰しちゃう。それは別にその、俺はそもそもね、平本蓮が制裁マッチを受ける必要もないと思ってる。だって白なんだ。お前は気持ち的に制裁マッチをしてほしいと思ってるだけで、はいはい、平本蓮が制裁マッチを受けなきゃいけない道理なんてない。あっきり言って朝倉未来だって勝ちやすい相手を、ごめんね、お前ムカつかもしれないけど、勝ちやすい相手を結構当てられて今まで来ました。うん、まあ、本当に。でもキャラポーズやったりとかいろいろ、もうそれはやっ、まあ、それは、まあまあ、最後になってもうトップになって、はい、そことしか絡めなくなってからです、まあ、はい、うん、みんな育ちってあるの。ここに行くまでのね、はい、平本蓮にもそのチャンスを与えて。いやいや、その段階終わってますって。もう6試合やってるよ、7試合やってるのか。もう終わって、そろそろそもそもグラップラーとかやってほしいし。いやいや、でも朝倉未来はさ、6試合7試合は多分全部勝てるのはやってたよ。いやいや、でもいきなり最初の方とかは結構強いやつとか当たってますよ。逆に日置初もそれ、ダウトベックとかわけわからん外国人で強いし。いやいや、でも平本蓮だって別に当たってんじゃん。萩原とかでやったりしてるじゃん。そんで負けて今来てるんだから、俺は別に育てていいと思ってんだ。お前が今指定したいのは、はい、育てるっていうプロセスをやってほしくない。そんなことない、そんなことない。僕はとにかく、でもそろそろグラップラーと見たいし、でもとにかく強いやつと見たい。俺はそうすると思うね。榊原さんも実質黒って認めるような発言してるんですよ。まあはっきり黒とは言ってないけど、もう不憫でならないし、なんだったっけ、朝倉未来に勝ったとはなんか喜べるようなことじゃなくなったみたいなこと言ってるんですよ。それは平本蓮の行動に対して、はい、お前ちょっと格闘家としてアスリートとしてどうなのってこと、まあね、それは黒じゃない、はい、俺はこういう部分をフェアにしっかりやりたいんだ。そうやって言うからね、はいはい、お前の単細胞のバカたちは、あ、ちょっと榊原さんが実質平本バクだって言うかみたいな。結構厳しく言ってましたけどね、平本に対して。まあそれは言うだろ、その行動はダメだぞっていうこととして。それはそうだろ。俺だって自分が団体でそんなこと起こったら俺言うもん。お前さ、何やってんだよって。うん、でもそれだからドーピングが黒。まあ、もちろん。もうこれ以上僕もこのことに関してあんま追求しないですけど、まあでも僕らやってたと思ってて、そうなる制裁マッチで。でもね、例えばケラモフ戦が組まれて、俺はケラモフに勝ってほしいってなると思うんですよ、次。なると思うけど、ケラモフが勝ったら勝ったらめっちゃおもろいと思う。また KO で勝ったりとかしたら。むしろ俺はもしそうなったら、逆に、俺はなんだろう、多分その時に朝倉信者が逆を応援するじゃん。はい、で、俺朝倉信者が嫌いだから、はい、その時に俺はケラモフ応援すると思う。でも勝ったら勝ったらおもろいし、うん、でも逆に俺思うけど、この流れが一番格闘技を盛り上げてるという意味では、うん、この盛り上がり方は朝倉未来の盛り上がり方よりも全然正当なラインにあると思う。まあまあね、うん、勝ち負け
リングのパフォーマンスでみんな興味を持って見てるんだから、うん、うん、朝倉未来の、ファンたちの集まり方はあれは俳優だとかアイドルだとかそれを見るような目線だから、俺はあれ格闘技だと思ってないんだよ、うん、でもこれで順当に、確かにもう平本の勝敗がめっちゃ気になるし、うん、秋山芳恵ってヌルヌル事件あったじゃないですか、はいはいはい、あそこから価値が下がったと思えないんですよね。ああもう批判を増されまくったけど秋山が倒れるとこ見たかったもん、うん、なんかそんな感じになると思う。例えば鈴木千尋とか萩原通とかもあり得ると思うんですけど、うん、相手をみんな応援してそれをでもねじ伏せる平本、うん、それはそれでかっこいい、それで面白いですよね。かっこいいと思う、ね、かっこいいと思う、かっこいいと思う。でも重圧も今後すごいと思うんですよね、うん、負けたらめちゃくちゃ喜ばれるんですよ。でもその時はやっぱり、そんだけのもしそれをやったんだったら、それもリスペクトするしかない。そうですね。うん。メイウェザーと一緒、みんな文句言ってこうやったけど、あれはもう、敬意を表する以外にない。